隋王子は、福井県福井市政部長にある浄土、新州本願寺派の寺院である。三号は、金明山。本尊は、阿弥陀如来。摂寺には、諸説あるが、長六元年に、現在の地に移転され、如城を回帰とした。隋王子の門摂寺には、諸説ある。奈良時代、行基によって建立された春江本堂寺の末寺として混流、建立。 天元4年12月23日、海祖、林幸という者が創立。天正天皇寺、山城に、雪寺。天大派金名山金剛寺、交流寺平寺と名付けられたが、源平戦の時に、越前に逃れ、随王寺を、春江村に建立。15世紀中頃、堺郡春江村から移転。現在堺市春江町、随王寺という地名も残っている。 蓮ン商人は、浅倉市に取り入っており、浅倉市は一つに、自分の西法避難所として、二つに、商人の一軒張り所として、現在の地に寺を移転させた。春江随王寺から、原神坊を西部に迎えて、随王寺を建立し、その後中の線、寺氏寺より女女を迎え、浄土新宗の回帰とした。後に、水戸公門が、北陸下校の際、 随王子に立ち寄り、随王子宝格の名前を送った。それから、随を、随と、改めて、随王子と呼ぶことになった。これらはあくまでも言い伝えである。ありがとうございます。